はい、皆さんこんにちは。ゲーム作家マサです。今ね、大分県の、湯布院の、塚原高原、奥湯布院ともいいんですけど、の塚原温泉に来てます。ここね、私温泉の中でももう何回だろう、30回、ここに30回ぐらい来てるんで、50回ぐらいもう行ったことのある温泉というね、私の人生の中で一番行った回数の多い温泉です。で、もう知ってるんでね、わざわざ動画にするのもあれなんですけど、せっかくなんでこういうとこがあるということで、ちょっとぐるりと景色をね、映します。でね、ここ面白いのが、今日煙出てないな。いつもはね、あの辺からこう、ガランだけ、黙々と煙出ていて、一応ね、気象庁のホームページとか見ても、火山の規制があるとかないとか、そういうのの指定の、火山に入ってます。で、火口見学もできるんですけどね、私2回したことあるんで、今日はしません。煙見えないしね。興味ある方は行かれてください。火口見学500円かな。あっちの方温泉で、私ね、よく来てるんですけど、今日ね、2021年11月27日土曜日ということで、土曜日のせいかな、車ね、今までになく多いですね。土曜の昼間なんでね、人気の温泉、これをね、秘境とかいう方もいる、秘境と人を間違っちゃった。普通の温泉ではあるんですけどね。昔はね、舗装がちょっとされてなくて、甘くて、行きづらかったんで、そういう意味ではね、面白いですね。ぐーっと坂を上がってくる感じですね。はい。でね、あんまり温泉の近くも行くのもあれなんですけど、あっちにね、小岩の共同風呂というかね、男女別があって、その奥の方にもね、個室、家族風呂みたいのがあります。奥もね、なかなか、奥の方景色いいけどね、湯同じなんでね、私は化学風呂は1回か2回入ったんですけど、ちょっと景色がいいぐらいで別に普通の共同風呂入ってますけどね、これ降りる道です。ってことでね、ちょっと温泉楽しんできますね。で、写真とか撮るのあれなんで、もう以前撮った写真ね、出しときますかね。はい。泉質がね、いろいろいいということで、これが日本で第2位だとかいろいろ言ってますけど、皮膚とかのね、なんかこう、かゆみとかある方にいいとは言うんですけど、私はあんまないんで、わかんないですけど、なんか面白いのとね、ちょっと、よくこの近く来てるんで、近いんで来てるだけなんですけどね、こういうところいいですよ。で、明日はね、私湯布院の街中あんま行かないんですけど、もう久々にね、街中の美術館とか巡りたいと思うんで、そういうことでちょっと旅の、レポートしてる感じです。じゃあ今日はね、温泉楽しんでいきます。この後ね、風呂上がりで、おー気持ちよかったっていうね、のはね、多分映さないと思います。気持ちよかった。これ、塚原温泉、上がってきたところなんですけど、酸性度の高さ日本第2位、アルミニウムイオンの多さが、日本第2位、それから、鉄イオン含有量の高さが日本第1位ってことでね、ほんとかいなっていうぐらいすごい温泉なんですけど、このタオルね、200円で買っちゃいましたけどね。なんとか京都みたいになってますけどね。さっきね、黙々煙見えないと言ってましたけど、この辺に見えてんじゃないですかね、煙。見えてますね。ここね、ほんとガランだけ、火口があるってことはね、ここで温泉が湧いてるって、ほんとその証拠でね。いや、強烈ですね。いろいろね、人生楽しんでやってるところですが、ゲームね、本当にゲームで世界を楽しくしたいと思ってね、もう呪文のごとくね、楽しいゲーム作るぞーとね、世界を楽しくするぞーと言い続けてるゲーム作家マサでした。じゃあ、皆さんと乾杯しましょう。塚原温泉と皆さんの健康と幸せを祈りまして、ヨーグリーナ、乾杯。うまい、もう一杯。じゃあね。ご視聴ありがとうございました。こういうのもよろしく。